一つの能力しか鍛えられないしバリエーカンナイン級ワーミー高校やっていきましょう。あ、まだやってたんだこの企画。やってますよ、もう永遠にやりますからね。まだまだ制覇まで、49地区制覇までは遠いです。いや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 、県大会負けたやつが何言うとんねんね。まあ、運よくですね、神奈川県はちゃんと制覇できていたので、まあ、次の夏大会制覇すればいいでしょうということでね、次山梨行くと思うんですけど、そこにね制覇向けて本日スカウト会でございます。マジでここでいいの取らないといけないんですが、前回負けたせいですね、はい、県大会で負けましたよ、はい、はい、甲子園も行きませんでした、はい、はい、沖縄ぐらいまで行きませんかね、九州あたり行きませんかね、これスカウト。そうですね、強豪なんで、あの西東京、東東京しか行けないですね。うぅ、日本の半分はいけないという。やば、落ちたなこれ。予算が出なくなっちゃったっ、ね、いる、まだいる、見て、見てる人いるかな。応援してください、お願いします。ただ視聴者の、まあ、危惧するところはそのままになってしまいましたね。秋大会本当にやばいよと、負けてしまった本当に。何が負けた原因かって、エース不在、先発したオーデン君防御率 5.14、 弱小相手ですからねこれ。鈴木君は自責点はなかったんですが、まあ、失点は多かったですね。まあ鈴木君はなんて言うんだろう、あんま悪くなかったかな。あのみんながエラーするこいつが出ると。立川君は誰ですかね、最後に確定弾打たれてサヨナラ負けしました前回。で鈴木はまあ途中でね立川に変わるぐらいダメダメだったし、まあ、結局やっぱ投手エース、打撃は物足りなかったけど頑張ってはいた。やっぱりエースっていうのは大事。ピッチャーがねあれでもないこれでもないって変わっちまうと負けちゃう。ということで本日スカウトはもうただ一つ、エース探し。まずはですね、この人たちが抜けたから勝ちなくなりました。落合世代ですね、無難に南部とかの。あー、早い、落合が行くの分かってるけど、早いヤクルトに落合が行きました。高田がゴールデンイーグルス、楽天ですね。 DeNA に吉進が行きました。ジャイアンツに南部が行きました。この南部のせいで負けたと言っても過言ではありませんかね。はい、あと2人います、有力候補。右に左に水野とキャッチャー榎本、あともう一人いなかった、土田か。ピッチャー土田、ピッチャー土田が行くんじゃないかとか言われてましたけど、まあどっちかです、右に左に南部、じゃない水野か榎本、どっちか。榎本でしょ、さすがに榎本でした。プロ野球に行った83人に笑われちまうぜこの大会の成績は。よ、いい刺激になったじゃねえよ。1回目の新入生スカウト見ていきましょう。ピッチャーしかいませんけどさ、行ける場所がさ、あれ、あ、行けないんですよね。はい、なぜですか、なんで。強豪校だからです。しかもピッチャーが少ないっすね、2個しかない。富山と新潟、ガタガタ言うんじゃねえ、うちに来いよ新潟。これ流行ってますかね最近。そうなの。そうだよ、あのポスターとかでいっぱいあるよ、 CM でもいっぱいあるし。へー、ガタガタ言わずに新潟。じゃあそのガタガタ言わずに行ってみようじゃないか。頼むぜ、いいピッチャーお願いします。おお、これは絶対やるー、救世主現れる。救世主が来た、新井の神です。素晴らしい。阿部も悪くないけどね。阿部も悪くないですね。阿部も取っておきたいけどだね。まず新井からですね。これはもう弱いけどね、ステータス。いやいや関係ない、天才だから。いや関係ないけど、投手は何はともあれ伸びなんすよ。まず伸びがいいの時点で天才だろうが、すごくステータスが良ければもう全部終わってしまう。だから伸びだけ気をつけてって感じ。まあこれは取るしかないよ、天才だもの。今我々でコナミの救済措置来てますから、今我々によいしょーよいしょよいしょよいしょ、いまだに外したことないですからね。そう、あ、やめろお前、そう言うなお前。全国大会出場外したことないから。 70% だからね、 30% 当たると考えるとね、食らう可能性ある。結構外れてもいいんですけどね、外したことはない。新潟見てもいいけど、富山も行ってみたい気がする。うん、富山行きましょう。あのね、俺たちスカウトで結構あの少女さんにダメだって言われるところは、特能重視じゃないとダメですよってスカウトは。はあ、はあ、だからあの伸びの投手が欲しいよね。はいはいはい、はい、伸びがいいっていう投手、これ欲しいっすよね。ということで富山行ってきます。キレしかも全国大会じゃないね、キレがあっても伸びがダメだったらまず戦力外なんで、まず伸びっすね投手は。野手はどうですか、さっき野手見た、見たけどそんなに強くなかった。見送ります。さあ合宿だぞお前ら、気合い入れてけマジで。もう体罰ありボコボコにしよう。まずはバントか、誰だ。まあ村尾がレギュラーだな。寺田にキャッチャーつけるっていうのもあるよ、あれば。あった、田口どうすんねん。あ、そっか。あ、次さ、もし天才が来たらさ、天才バッテリーになるね。ああ、初めてじゃない？すごい、それは初めて。来たらね、来たらだよ。どうしようかこれ。まあ、被ってるしチャンスでいっか。ああ、いいんじゃない？まあ、あってもいいんですね。ナイス。あの夏の合宿何も覚えなかったかね。いや、ちょっと待って、飯食え。
渡辺が弾道極みです。決勝だ。誰かつければ OK。 渡辺決勝だ。いいじゃない、いいじゃない。わし、北川、いいじゃない、北川すごい。おいおい、3人、3人決勝だ。まあ確かにお前は決勝だっていう、だが足りなかったもんな、最後同点で延長でよ。いいじゃねえか。田口、田口ぶつけ、キャッチャーに、キャッチャーに、てかみんなキャッチャー、誰かがつけ、誰かつけ、誰かがつけ、誰かによっては田口が正方針でなくなる。田口つけ、誰もつかない。才能ねえ、キャッチャーどこだ。田口もう一回来た。まだある、田口には。田口つけ、今は何よりもキャッチャーが欲しい。なやねん、田口来た。田口もうないわ。田口の能力って今どんな感じな。パワー系しかない。チャンスいい、対左いい、いやいい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 なんね。田口を考えるのは大変化球とかかな。そうなりますな。いやな、お前ピッチャーやろ。3回目まあ打撃の方い、あれあれ、あ、ここもいけないんだ。ああ、そうなんだ。俺らいつも上から出たからね。打撃を重視した山梨県でも行ってみます。投手も一応いますよ。そうね、投手ちょっと多い方が嬉しいかな。投手まだ取りたい、伸びがある人を探してるから。 あ、じゃないわ。投手普通に多いとこどこだろう。それだ、一芸特化。あ、行ってみるか。あ、ダメだ、練習の取り組み姿勢がいいわ、だからダメだって言われてるね。つまり緩急をつけた投球の方がいいと。ま、まだ他は。いや、お前ら得の何もねえのかよ。弱いっすね。いらないよね、中山くん。中山筋肉いる？いや、中山筋肉みたいな格好してるけどさ、ウィーンってこういう、そうやってる時顔は白いけど。いらないっすか。地元に帰れなくなったね。困った時は北海道とか行った。確かに確かに帰れなくなった。保守いらないっすね。保守はさすがに。まあ、山梨行ってみるか。山梨。まず野手がね。はいはい。川端来い。やっぱー弱ーい。一人でいい。一人でいいから行ってくれ。年の割に渋いだけ。一人もいない。いらないんですけど、でもそろそろ取っとかないと。あ、流し打ちがある林くんでも取る？都道府県だよ。一番弱い都道府県が。地区大会、都道府県地区大会、全国大会っていうレベルよ。まあまだスカートの本があるし。落ち着こう。落ち着こう。やばいな。まあ天才だけ拾いたのはラッキーだったけどね。あ、天才じゃねえんじゃねえのかな。五回目の新入生スカウト。いいやつがいない。やはり名門じゃないから遠いとこ行けないんだよ。静岡とか行ってみる。キャッチャーでも2人怖いよね。怖いってか、いいの来たら。キャッチャーいらん。まあサウポジキャミすればいいって考えるって見に行くか。福井か静岡どっちがいいですか。打撃か守備か。打撃や。ひどい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 。川田君信じるか。将来性、谷本の後釜。まあでも、あの将来性って地区大会までしかいなくて、それでこの能力って結構まあ高いっすね。あ、プレヒッター三好。都道府県、都道府県ね。将来性信じちゃう川田君。谷本と川田の、うんうん、三遊間できるぞ。まあ行ってみるか。まあ二遊間は多分無理だけど、谷本がもう卒業しちゃうから。スカウト渋。ああ、良好は良かったです。いや、何この赤マス。オセロじゃねえんだぞお前ら。6回目の新入生スカウトです。まあじゃあさっきあれダメだった、あの福井じゃない、静岡行ってみましょう。静岡守備の方の。頼むぞ。投手いてもいいんだよ全然。小松奪三振。おお、小松ね、なんで全国大会行ってるやつ いたけど。なんか練習の出来見せが弱いし、かも能力低いし。ブルルパポー、小松、小松取っとく。まあこれで俺たちは選択できますね。小松を取るか、1個前の新潟天才を取るか、新井くん。あっちが、そう、新潟の、そう、一緒にいた弱い人。 あっちはなんだっけ、あれか。でも奪三振強いよね。あっちマジなんだったっけ。え、あっちは練習への取り組み。あ、そっか、奪三振強い方がいいかな。まあ今日の言い方をするなら、小松くん取っといた方がいいんじゃないですか。頭いい。じゃあ小松取りますよ。変化球極みにさせようか。全国大会一撃頼むぜ。これで消費するものはない。頼む小松。いらねえよじゃあ。来んなくていいわお前。これでさ、あの子天才じゃなかったらマジクソ弱いんだけど。天才じゃなくて奪三振のやつも今来てくれなかったら誰も来ないね。ピッチャー受ける。野手やばくね普通に。何もいない。え、茨城行ったっけ。行ってない。
な、あれ、まあ、茨城行ってみるか。どこでもいいんだけどさ、とりあえずさ東京に行く。ああ、いいね、東東京行こうよ。ほら東京へ行くだキャッチャ ー, ー、まあまあまあサイポジ試験面もあるし、いた方がいいな。そうだね、塩島、城島なく塩島、田中の方が良くないか。何チームの盛り上げムードある田中いいね、とりあえず田中取ろう。よかったよかった、田中がいてくれてよかった。特納は残念ながらムード丸だけど、ただムード丸はだからムード丸以外で持ってる可能性あるっしょ。あります。田中さん行きます。頼むよ、良好でお願いしますよ、一撃で。うち今回渋いっすよ。よし、ナイスからのあと3回。西東京どう？西東京行ってみる？西東京も行こう、東京で攻めよう。おー、山本強、山本強い、高めに強いってよ。さよならのチャンスに強い。でさよならとかあったら、ね、他に持ってる可能性あるからね、全然あるよね。まあ、とりあえずハイボールヒッター、ハイボールヒッター山本強いよ、これは強いですね。まあサブポジになっちゃうけど、うん、いいんじゃない。本当は優勝できたら田口の方をサブポジにしてもよかったんだけど ね、 あいつ天才だからの一言だけでさ、あのレギュラーで、よくなかったわ。もうそんな使えるあれがないです、あと2個しかなくて。だよね、 10% で来るよ。そっか、 10% 信じる。もう一回言ってまあまあとかにしとく。いやでもここはもう安牌で1個は取っとくべきだと思いますよ俺は。つまりもう一回行くか、山本くん。わあ、これは強いもん山本くん。投手はこの2人弱っ、これ良好になってほしい。運命をかけた山本くん取り合い合戦です。大東海高校に引かれてんだよ今こいつ。よし、おー良好ナイス。あと1回使えるわ。じゃあラストチャンス。もしかして視聴者のみんな新潟にいたあのちょっと強い人気になってる？いや俺は天才をピッチャーにさせる。天才が来ると。来る。オッケー、任したい。じゃあそれは谷本をね導いたあなたの直感、次はそいつだ。ってことで余ったね、まあギフトが言って、あれ大丈夫に、あのメンバーはスカウト済みの選手でさ、うんうん、結構ガヤ取ってなかった？取ってない。ガヤ取る。じゃあ取るか。ショートでサブポジの山本、まあ、あのアッパイであの東京にいた、東東京にいたサードのなんか引っ張りが強いみたいな、なんかあの子強かったけどね全国区の。でも俺は一回見たところよりも次に未知のところに行く方が好きなんだ。パチンカスだからね。パチンカス思考がギャンブラーなのよね。ギャンブラー思考できます？行くぜ。岐阜行ってないよね、さすがに。行ってないんじゃない。来い、やべえ。あ、でもなんかやべえよ、やべえっすね。あ、やべえ。いやいやいや、袴田の方がいい。え、でも地区大会よ。さっきか。やべえ、面白いんじゃね。ねえ。やべくん、セカンド。やべえんだね、どっちかというとセカンドは。あ、まあいかにさ、その練習の取り組みが姿が良いとあんま良くないっつうけどさ、一人ぐらい行ってもいいやつ。いや、確かにそれ考えたらこっちの方がいいっすね。あ、本当だ、まあ、全国大会か。うん、こっちにいたね、全国大会が。こっちはバン、こっちは地区大会のバント。まあ、これでも高い、あ、強い可能性全然ありますよ。このパラメーターが、なんていうの、嘘か本当か。はいはいはい。どっちか、まあ、同じっすね、ほぼ。賭けっすね。近づいて俺はバントの方が好きだわ。さよならなんていらねえじゃん。行こうか、袴田。袴田行こう。俺たちは地区大会出場のやつを取りに行った。これで却下すんなよ。よし、いいんじゃない、最悪の選択肢は取れた。俺も使えないっすね。いいと思います。あとは卒業式。卒業式。正直ね、もう少し思い出が欲しかった。ない。落合は頑張った。でも打たれちゃ、打たれて負けちゃ意味ないんだよ。ジャパネット高田、チャンス G からよくここまでね、プロ入りまで頑張りました。君の活躍に。危険な南部。南部最後の試合マジ、あー南部弾道極み確定弾でめちゃくちゃでけえの打った榎本、打率が3割切ってしまいました。あー右に左に見せた、強かったと思うけどね。3割3分、ホームラン7本。プロ野球選手になれなかったけど、ならず者になる勇気がなかったのでフリーターになりました。土田本屋さんになりました。ほうほう、土田が今欲しい、伸びしいで強いよ土田は。よしシン、ホームラン9本止まり、全国制覇まで行ってれば10本打てたでしょう。いや、落合強い。やっぱりこういうエースがいなかったらね、勝ち進めない。ただ優勝はしてません。アイドルになった。ナイスアイドル。あの目つきが鋭いやつですよ。さあ変化球極みの落合がどこまで強くなったのかな。魔術師守備極み。魔術師高田素晴らしいですね。普通にいいや。何何ブー、榎本、せせん、
からのチャンス A になってるよ、シシン。ほんとだ、すごっ。あのチャンス C と D の狭間をずっと言ってたよ、シシン。これ飛び抜きました。さあ、おっちゃい、セイヤーが5。えに、あ、違う、精密機械がついたのか。強っ、コンスタイセンス160キロ、755、強っ強っ、スライダーも5になってるし、早く化けろよ、このぐらい。奪三振、緩急、内角攻めの指、普通に強いな、普通に強い。もう別に松井ゆきと投げ合いさせてもいい勝負するぐらい強い。そうだね、この段階になればね。じゃあ次回入学式ということでいいですかね。天才はいや天才この前の入学式、この前やったばっかじゃん。